ここって、やるか？事態は急を要するけど、まずはここで休んでいてちょうだい。宿泊の手配はもうしてあるから、誰にも邪魔されないはずよ。ごめんなさい。今はまだあなたに来てもらう必要はないの。私がやるわ。ナヒーダ、そんなに深刻な状況なのかよ。お前は、大丈夫なんだよな。あまり心配しないで。私の判断が正しければ、多少の波があれど、大きな災いにはならない。無事の知らせが届くまで、気力と体力を回復していてちょうだい。あ、声が消えた。なんか、とんでもないことになったみたいだぞ。スカラマッシュの言ったこと、どういう意味だったんだ？それにさっき、なんであいつはお前の手を掴んだんだよ。歴史を変えたい？でも、そんなことできるわけないだろ？そうだろ。どうやったら歴史が変わるんだよ。すでに本当に起こったことなのに。例えば、オイラがこの宿にある水を全部飲んだとして、それを証明できる人が誰もいなくたって、オイラは自分が水を飲んだっていうことを忘れないぞ。でも、なんだか心配だ。なんか、スカラマッシュがすごく恐ろしいことをしようとしてる気がするぞ。わけがわからない。うわ！もう、ごめん。うっかりしてたぜ。スカラマッシュが変なこと言うからだ。でも、自分を消すなんてことは、どう考えてもありえないよな。もしかして、世界樹の中だったら、それができるのか？ダメだ。頭がパンクしそうだぞ。あいつが何を考えてるのか全くわからない。なあ、もう、嫌な奴だな。いっつもオイラたちに迷惑ばっかかけて。でも、まさか、そんなことを成功したりしないよな。そしたら、あいつと関わりのあった人とかにも、影響が出ちゃうのか？オイラたち、本当に何もできないのかな？なあ、これからどうすればいいと思う？寝るしかないのかな？でも、オイラ怖くて眠れないぞ。いっそ、美味しいもんの名前をあげて気をそらそうぜ。これでも効果がなかったら、オイラ、ここで怯え死ぬかも。じゃあ、オイラからな。一つ目は、モンド風焼き魚。それから、鶏肉と野生キノコの串焼き、午後のパンケーキ、ホワイトソースポトフ、松茸のバター焼き、それと、ジョジョジー、杏仁豆腐、満足サラダ。あとあと、船長賞。エビのポテト包み揚げ。リーユエサンス。ハスの実入り茶碗蒸し。おいら、今何してたんだっけ？
オイラ、なんか言ってたような。でも急に内容を忘れちゃったんだ。なんだったっけ。え、スカラマッシュ、それも料理の名前か。変な名前だな。どうしたんだよ、さっきから目を見開いて。オイラ、なんか変なことでも言ったのか。その残響って誰かの名前なのか。聞いた感じあだ名みたいだけど。わ、おお、いいぜ。どこに行くんだ。お、いいけど、その表情、何か急な用事でもあるのか。風が如し。雨の鍛冶屋に着いたぜ。おお、久しぶりじゃな。もちろんだ、話してみろ。ほう、そんなことが聞きたいとはな。まあ、かつて稲妻に名を馳せた雷電五華殿、それはこの五つじゃった。雨の間、仏、一心、百目、千寿。この五つの鍛造技術はもともと将軍様から直々に賜ったものじゃ。それは多くの優秀な職人たちによってより優れたものへと磨き上げられた。しかしその後、これら刀鍛冶の家系は次第に没落していった。現在も受け継がれているのは我々雨の間ただ一つのみじゃ。じゃが幸いにも近頃、楓原和葉が稲妻に戻り、一心殿の技術を受け継いだ。これにより五華殿もまだ二つは残っているということになる。わしの記憶が正しければ、彼が刀を打ったとき、お前もその場におったはずじゃが。そう言われたら、オイラも思い出したぜ。確かにそんなことあったな。あの時は、雷電五華殿が没落したことを聞いて、すごく悲しかった記憶があるぞ。それがまた、悲しい話なんだ。本来はわしなんぞが知る由もないことじゃが、それぞれの家系が衰退する話を長年聞いてきて、理由さえ知らぬのはどうかと思ってな。気になって楓原和葉に聞いたのだ。彼は同じ雷電五華殿の末裔として、わしには知る権利があると言った。まあ、お前に伝えても構わんじゃろう。ただ、聞いて嬉しくなるような話でもないがな。雷電五華殿は、去る刀工の末裔に、報復されたんじゃ。その者は狂ったように殺しを行ったとされている。報復？どうしてだ？伝説によると、400年以上も前、タタラスナの炉心で事故が起こったらしい。現場にいたとある刀工が、他の者を助けるため、危険を顧みず、炉心の中へ飛び込んでいったと。タタラスナの鍛造精錬技術は優秀なものじゃった。当時、
タタラスナを管理していた造兵士の神は庭という名字のもので、カエデハラと隕石の関係にあった。造兵士の神の庭様もその投稿と一緒に炉の中へと飛び込んだそうな。後に炉心は安定したようじゃが、その時には二人はもう、投稿の一族は没落し、その者の息子は誰も面倒を見てくれぬ孤児となって、毎日を憎しみの中で生きるようになった。彼はこのことを稲妻全体のせいにした。父の死について無関心な将軍様を恨み、父を救ってくれなかった全てのものを憎んだんじゃ。じゃが無力な彼はその恨みを子孫に継がせることしかできなかった。こうしてその一族は代々恨みを背負い、苦しみの中を生きた。物語はここで終わらない。100年前、一族の当時の当主は現状にひどく不満を感じておった。じゃがそれを好転させる力もなかった。やがて彼は怒りを晴らすために極めて過激な決断をした。雷電五華殿に復讐し、稲妻の鍛造事業の根幹を揺るがそうとしたのだ。その者は百目一族の出でありながら、自らの一族の職人まで殺めてしまった。百年ほど前、全ての攻撃を主導したのが彼じゃった。じゃが楓原家と上里家の末裔や刀工と対峙した折、そばに居合わせた者がおったことで、彼は猛烈な反撃に遭い、その場で死したとされておる。そのおかげで楓原が代表する一神流も壊滅を免れた。不幸中の幸いと言えるじゃろう。まだ他に聞いておきたいことはあるか？楓原和葉か。ちょうど昨日ここに来ておったぞ。世間話などして茶を飲んだ。様子を見るに元気そうじゃったな。気にするな。その表情だとまた他の場所に行くんだよな。イヒヒ、オイラって結構顔色を見るのがうまいだろ。じゃあ次の場所に出発だ。オイラはどこまでもお前の後についていくぜ。旅人、久しぶりだな。もし奉行様とお嬢様を探してるのなら、あいにく今は府中にいないんだ。公務に行ってるのか？ああ、奉行様は公務に行っている。お嬢様の方は奉行様の名代で会議に出席しているんだ。急用があるならここで少し休んで待つといい。どうするんだ？中に入るか？他の人だったら当然ダメだが、君は奉行様やお嬢様とも親しい仲にあるからな、問題はない。ありがとな。じゃあ中に入るぜ。おや、そのように私を見てどうしたんです？何かいいですよ。お嬢様から聞いたことがあるので、あなたがあの旅人さんであることは知っていますよ。何を聞きたいのですか？あなたのおかげでお二人とも元気ですよ。
お嬢様は近頃さまざまな会議に出席しています。時には奉行様を手伝って民間の組合にも顔を出していらっしゃるんですよ。奉行様の方はというと、あなたもご存知の通り、相変わらずとても忙しくなさっております。ただ最近はご気分が良さそうでしたね。聞いた感じ、普段と変わらないってことか？ええ。他に聞きたいことはあるか？どういたしまして。あなたがとても忙しいと伺っていなければ、奉行府によく来るようお誘いしていたところですよ。実のところ、お嬢様からよくあなたのことを伺うんですよ。あなたのようなお友達ができたことをとても嬉しく思っていらっしゃるようです。それにあなたがあらゆる面で素晴らしく尊敬できる方であるともおっしゃっていました。私もあなたが稲妻に来られてから、さまざまなことが良い方向へと向かっているような気がします。もしかしたら貴人や縁あるお方というのはあなたのような方のことなのかもしれませんね。どれも心の底から思っていることですよ。普段奉行様がお食事をなさるときは、いつも当麻様がおそばに付き添っていらっしゃるんです。その横でお二方のたわいのない話を聞くことが、私が最も安らぎを感じるひとときなんですよ。公務によってはやむなく外でお食事をされるときもあります。ただ奉行様は機会があれば府内へお戻りになられてお食事をされる方が好きなんです。奉行様が言うには、当麻様の料理の腕はおよその料理人よりも秀でているとのことです奉行様はいつも家を思ってくださっているのですよ。ご存じないかもしれませんが、お二方はあなたのこともお話しされます。まるでとても長い付き合いで何でも話せるご友人についてのことのように語られるんですよ。お嬢様もたまにご一緒されることがあります。近頃何度か会った一家団らんのひとときには、いつも趣のある人や見聞についての話がありました。その中にはやはりどれもあなたがいたのです。先代奉行様と奥様が亡くなられてから、上里家もこれだけの年月を歩んできたのですね。婆やの私は奉行様とお嬢様の成長を見守ってきました。彼らの身分であなたのような趣のあって頼りになるご友人ができるなんて本当に良いことです。もしお時間がありましたら、いつでも奉行府へ遊びに来てください。ぶしつけですが、婆やからのお願いだとでも思ってくださいな。それはよかったですありがとうございますオイラここに来るのが好きだぜ。それにおばあさんも言ってたけど、シャブ行夫の料理ってすごいんだってな。うーん、オイラも食べたくなってきたぜ。今度ご飯を食べに、じゃなくて遊びに来ようぜ。ご飯の時間の時にな。もちろんいいですとも、歓迎いたしますよ。じゃあオイラたちはこの辺で失礼するぜ。でも、うん、これからどこに行けばいいんだ？うん、わかったぜ。じゃあな、おばあさん、見送りはしなくてもいいからな。ええ、わかりました。また今度お会いしましょう。二人とも、もう行くのか？おう、用事が済んだからな。心配しなくていいぞ。そうか、君たちの旅が順調であるよう祈るよ。さようなら。
風よ。着いたな。でもここに来たのって何か物を探すためか、それとも人探し？おや、旅人にパイモン？グザビエ？どうしてここにいるんだ？この近くで用事があってね。それに二人こそどうしてここへ？聞きたいことがあるんだ。もちろん、俺はここ一帯のロシンを研究したことがある。何が聞きたいんだ？遠慮せず聞いてくれ。当然さ、俺はこの近くを数えきれないほど歩いてきたからな。それに他の場所でも、かつてタタラスナに住んでいた人の子孫に会ったことがある。彼らの口から語られるのはどれも全て真実の歴史さ。もう急にそう言われてもな、二言三言で説明しきれるもんじゃないんだぞ。知ってるだろ、タタラスナは歴史深い場所なんだ。俺の知る限り、タタラスナは鍛造精錬業の中心地区の一つとして数千年にも及ぶ歴史を持ってるんだ。ただ炉心には2回ほど問題が発生していてな。2回？どの2回だ？ここ数年の1回、何百年か前にもう1回だ。そういえば稲妻の人に聞いたんだが、タタラスナでは以前にもフォンテーヌの職人が来たことがあるらしいな。どうやらこの二国の技術交流も歴史が深いものなのかもな。聞けばそのフォンテーヌの職人というのも当時のタタラスナの重要な客人だったようだ。なあ、タタラスナに来て聞きたかったことグザビエに聞いてみたらどうだ？おお、二人は歴史を研究しているんだな。そうなんだよ。こいつ今日はどうしたのか知らないけど、ずーっと歴史について聞き回ってるんだ。ん？急に歴史について興味を持ち始めたのか？いいぞ、話してみろ。歌舞伎物。ふん、聞いたことはないな。その言葉が稲妻では一般的に、得意な行動をとるとかユニークな服装する人とかを指すのは知っている。俺もこの言葉にふさわしい人に会ってみたいとは思っていたが、残念ながらそのような人に会ったことはないし、タタラスナに関係のある話でそのような噂を聞いたこともない。なーに、どうってことないさ。もう行くのか？それじゃあな、グザビエ。おう、気にするな。役に立ててよかったよ。じゃあな。どうやら知りたかったことは聞けたみたいだな。おう。でもお前、今日は本当にどうしたんだ？なんか悩んでるみたいだけど。元気出せよな。何があってもオイラがそばにいるぜ。遠慮するなって、オイラたちの仲だろ。じゃあナヒーダに会いに行こうぜ。赤羽沢田、お前たちまだここにいたのか。まあ、もし時間があったらぜひまた僕たちの話に参加してくれ。
いいけど、何を話せばいいんだ？もちろん、この前の話題さ。タタラスナについて、まだ聞きたいことがあるんだよな。ひひ、オイラたちも話に混ざろうぜ。とはいえ、進展はいまいちでな。ん？ああ、もちろん。僕のもいるかい？どうぞ。どうだ？そうだ。この前赤羽たちはもっと情報があったら教えてくれって言ってたよな。実はオイラたちちょうど稲妻から帰ってきたばかりなんだ。旅人、オイラたちの知ってることをこいつらに話してもいいか？まさか重要な情報か？話すと長くなるんだけど、実はオイラたち稲妻に友達がいて。こんな話が聞けるなんてな、かたじけない。なるほど、すべての根源は復讐だったというわけか。雨の間の末裔が言うのならそれで間違いないだろう。はあ、結局お化けじゃなかったか。これらの情報は私の言説をさらに補強したと言える。見たか、当時の人にとって投稿がそれほど重要だったということだ。彼らを傷つけることは権力者への復讐と同義とさえ言われていたからな。わかったわかった、君の言う通りだ。だがそうだとしても僕が小説を書いちゃダメってことにはならないだろ。また議論を始めちゃったぞ。本当に熱心だな。あっと、すまない、自分たちだけで盛り上がってしまったな。情報、助かったよ。いいってことよ。またな。また何か情報があったら、ぜひ教えてくれ。どうかしら。全然休めなかったぜ。あの日の夜にこいつと話をして気づいたらもう朝になってて、しかもその後すぐこいつが稲妻に行くって言い出したんだ。残票？聞いた感じでは何かのコードネームみたいね。表情が暗いけれど何か言いたいことでもあるの？旅人？おい、どうしたんだよ。顔色が良くないぞ。
そうだったの。つまり、その残氷という名の人形は、世界樹で自らを消し、過去を変えようとしたのね。でも、どうしてそいつはそんなことができたんだ？旅人の話によれば、彼はもう少しでスメールの神になっていた。それは、私の記憶と噛み合わないわ。私の記憶では、私たちが打ち負かした機体の中には、誰もいなかったもの。でも辻褄は合うわ。もし誰かが世界樹で、自分の存在を徹底的に抹消したら、世界もそれに伴って変わるでしょう。つまり、本当にそんな人が存在してたけど、そいつが世界を変えちゃったせいで、オイラたちも忘れたってことか？ええ。理論上にしか存在しない挙動だし、そんなことをする度胸のある者がいるかさえ、不確かだけど。旅人は、テイワットの外の世界から来たから、世界樹に彼についての情報はなかった。よって、世界樹に対する改ざんも、おのずと彼には影響しない。もしこの世において、このような形で改ざんされた過去を記録できる人がいたとしたら、それは、あなたしかいないわ。でも、その残氷ってやつは、なんでそんなことをしたんだよ。私も、今ある情報からしか推測することはできないわ。彼が具体的にどんな人だったのか、今はあなたしか覚えていないから。何か言えないことでもあるの？すでに死んだ人の歴史を変えることはできなかった。そうね。残氷は自分が裏切られたわけではなかったと知って、物語にあった、かつてタタラスナで暮らしていた人を友とみなしたのかもしれないわ。そうして人間を憎む理由をなくした彼なら、かつての友を救おうとするのもおかしくはないわね。とても合理的で、どの点においても辻褄が合っている。残氷は、博士の手伝いにより神になりかけた。だからこそ、彼は世界樹とつながる権能を得たわけだけど、その権能のおかげで、力が残り少ない状況であっても、世界樹の中の記録を書き換えることに成功し、自らを消した。確かに筋は通ってるけど、その人たちのおかげでいい結果になったわけでもないし、おいら、この感じなんか嫌だぞ。全力で何かやったのに、結局何も得られなかったなんて。少し待ってちょうだい。確認したい情報があるの。見つけた。おそらくこれね。やっぱり、私の方でも尋常じゃない状況が起こっているわ。何なんだ？私自身が保存したすべての情報の中に、片隅に置かれた記録を見つけたの。あなたたちも見てちょうだい。書いたんだ。この記録を作ったのは私自身よ。え？ナヒーダの書いた童話がその残氷と関係してるのか？旅人の話と合わせれば、
私の残した物語はすべて、ある特定の内容を指していることがわかるわ。待てよ。もしかしてその記録って、事前に残してたものなのか？そう。たとえ他の記録にある残票と歌舞伎物についての内容が変更されても、私の手によって書き起こした物語に影響はないの。世界樹内の情報を変えることは、テイワットを書き換えるのと同じ。でも世界樹は、事前にわざと隠された情報を変えることはできないの。この記録はきっと、残票が世界樹に入る前の私が残したバックアップね。すごい方法だな。さすがナヒーダだぜ。旅人を残票と一緒に世界樹に入らせたのも、その時の私が考えた、もう一つの保険だったのでしょう。彼なら、すべてを覚えていられるから。世界樹に今ある情報と、この記録で暗に語られている物語は、互いに結びつきを持っているわ。それらにおける、すべての異なる場所をつなぎ合わせれば、彼の言う、残票が消した一生にたどり着くわ。野狐の皮をかぶった猛獣が、狐の群れに紛れていた。彼らは、昼夜を共にし、互いを友と呼び合い、仲睦まじくしていた。たまに、猛獣は夜になると狐の皮を脱ぎ、水中の自分に向かって嘆く。自分はこれほど不自然な存在なのに、彼らは愚かでそれを見抜けない。実に残念だと。しかし猛獣は、すぐにその考えをやめた。なぜなら、狐の群れにいる衣類は、彼だけではなかったのだ。もう一匹、白い木から掘り出され、人に見捨てられた子猫がいた。子猫は狐になりたかった。だけど、子猫の尻尾は、細くて短く、色鮮やかな毛並みを生やすこともできない。他の狐はそれを見ると、こう慰めた。だとしても、君は僕たちの仲間だ。猛獣はそんな慣れ合いを嫌い、山の中で火をつけた。動物たちはひどく怯えた。大きな火を消すには、犠牲を払う必要があるからだ。一匹の灰色の狐が前に出て、猛獣と話をした。いわく、君は頭がいいから、きっと僕たちを救う方法を思いつくはずだ。猛獣は微笑みながら、灰色の狐を火のそばに連れ、殺した。灰色の狐の心は、透明で美しい、無垢な雫に作り上げられた。猛獣はその雫を子猫に渡し、こう伝えた。みんなお前を犠牲にしようとしている。これをもって、お前の狐の仲間たちのために、死にに行くといい。火は消された。子猫はそこを離れ、翼の折れた小鳥と共に暮らした。彼らは互いに寄り添うことを約束した。しかし、小鳥の寿命はあまりにも短く、すぐに息を引き取った。子猫は小鳥を埋葬し、その山を離れた。それから子猫は、山におけるすべての葉っぱも、すべての動物も、愛すことはなかった。彼は、いくつもの夜をさまよい、月に向かって牙を研いだ。子猫は月を喰らい、すべての月光を噛み砕きたかった。すべてが暗黒に戻れば、彼は、快楽と安心を感じられる。僕は新たな月となり、みんなにとって唯一の存在となる。そうすれば、この世に鳥や狐、猫がいたことを知る者はいなくなる。その違いを知る者さえ。
て思い出したわ。私が全力で残したバックアップは、残氷自身の記憶だった。神になるため、彼は大量の実験と改造を受け入れた。人形だったからこそ、あのような過酷な過程を耐えてこられたのね。この記憶は、当時の学者たちが彼から抽出したものよ。残氷を警戒していたから、これを残したのかもしれないわ。神を創造するのは第一歩に過ぎず、あまつさえ、神を操ろうとする者もいた。だから、いつか使う時に備えて、彼の記憶のバックアップを取ったのでしょう。私は、それらを自らの深い夢の中に保存した。そして、書き起こした物語でさらに外部を包むことで、改ざんされるのを防いだの。本当にそんな人がいたのか。そいつは、オイラたちと何回も会ってて、いつもオイラたちと敵対してたのか。それなのに、オイラは完全にそいつを忘れてた。まるで煙が消えるみたいに、最初から存在してなかったみたいに。残氷は、降臨者に関する情報を探すのを手伝ってくれると約束したわ。それについての収穫はなかったけど、あなたの役に立つことはできたみたい。消失する前、彼は最も重要な手がかり。あなたの血縁者が、かつてカーンルイヤに降臨したという情報を残してくれたわよね。ただ、世界中にある情報の変化が、ファデュイの上層部にどれだけの影響を与えるかは、まだ不明ね。彼らは、組織内にかつて、そのような執行官がいたことを覚えていないかもしれないわ。その話だと、オイラはそいつのことが好きじゃなかったみたいだけど。だからって、そんな結末も、オイラは好きじゃないぞ。それこそが、知恵がすべての問題に答えられるわけではないことの証明よ。私たちは凝視し、認知し、理解してもなお問題に囚われる。答えは一つだけではないの。この世の生命が求めているのは、真実を追いかけ、困難を解決すること。真実をその人に返すのは、運命の選択権を渡すのと同じ。傍から見れば、無駄なことだったかもしれないけれど、こうして自分が思う通りに消えることができたのは、彼にとって、きっとそれだけの意義があることだったのよ。忘れないで、たとえ暗黒の雲の下を歩んでいても、どれだけ道が困難でも、知恵の灯火が私たちを良き結果へと導いてくれるわ。そしてこれは、あなたがずっとやってきたことでもある。おう、ナヒーダの言う通りだ。元気出せよな。この暗い話を続ける前に、今から何か食べに行ってもいいと思うぜ。いい考えね。パイモン、彼を気晴らしに外に連れて行ってあげてくれないかしら。オイラに任せろ。ほらほら、複雑な気持ちなのはオイラもわかってるから。今はちょっと外を歩こうぜ。グランドバザールの屋台で食べ物を買って気分転換しようぜ。あんなことを覚えてるのがお前だけなんて、確かにすごく悲しいよな。
かないな。じゃあちょっと待っててやるから、考え事が終わったら食べ物を買いに行くぞ。どうだ、終わったか。すみません、先ほどの帳簿に少し問題があったようなので見てもらえませんか。おい、ちょっと待てって。ん、僕を呼びましたか。お前のことじゃなくて、あのガキのことだ。見てなかったのか。あいつ店にある最後の二つの新鮮な夕暮れの実を取ってそのまま逃げちまったぞ。たくお前、働かせてもらってる身分でまたぼーっとしてたのか。よっぽどこの仕事が退屈か、それとも町のあれこれがそんなに気になるのか。僕の不注意です、すみません。あなたの言う通り、もしかしたら町で起きることがあまりにも興味深かったせいで、つい気がそれてしまったのかもしれません。すごく気になってるみたいだけど、あいつ誰なんだ？お前さん、本当に変わってるな。俺んとこに働きに来たくせに金はいらないと言ったのもそうだが、何をやらせてもいろんなものに好奇心が向いて拉致があかねえ。別にこっちも利用しようなんて気はないし、払うべき賃金はきちんと払うが、いつまでもそんな感じじゃこっちも生産に困るんだよ。いえ、お金はいりません。よそから来た僕を働かせてくださりありがとうございます。そんな言い方をされてもな。ほら、夕暮れの実だってなくなっちまっただろう。夕方には町にいるご婦人に詰め合わせを届けなくちゃならないのに。欠けた品は僕が探してきます。ここでしばらく待っていてください。待て、この際だからはっきり言おう。金を欲しがらない労働者に会ったのはこれが初めてだし、確かにちょっと得しようという気はなくもなかった。だが見てるとお前さんは本当に何も欲しがらないじゃないか。金もいらない、休みもいらない、時間ができたら辺りをほっつき歩き見て回る。お前さん、放浪でもしてるのか。いかにも。その通りです。僕のことは後にしましょう。今は品物の方が先です。夕暮れの実でしたね。任せてください。おい、どうするんだ。おう、こっそり近づこうぜ。気づかれるなよ。うん、これでいいでしょ。あれが残票だってのは分かったけど、オイラたちどうするんだ。あいつから夕暮れの実を奪うとかか。うん、それはちょっとひどくないか。わかったよ。数に問題はありませんね。洗った方がいいでしょうか。そこの二人、僕の後をついてきて何か用事でもあるんですか。町からここまでずっといたでしょう。気づかない方が難しい。
もしかして、どこかで会ったことありますか？いや、その目、僕のことを知っているんですね。しかし、僕にはさっぱり、覚えがありませんが。本当に知ってたんだな。すみませんが、そのような話を信じることはできません。人形？そんな風には見えないけど。え？その表情、お前、本当に人形だったのか？どうやら、僕を知っているのは確かなようですね。僕がほとんど他人には言わないことまで知っているようだ。僕はただの放浪者に過ぎません。ただその様子からして、僕に会いに来たのには何か重要な訳があるのでしょ？いいですよ。ただ、まずはこの品物を届けに戻ってもいいでしょうか？本当にあの店長の使いっ走りになってるのか？金はいらないって言ってたけど、本当か？はい。あたりをさまよっていたとき、野外であの方に出会って、荷車で雨宿りをしてもいいと言われました。その礼として、彼を手伝っているのです。意外といいやつだったんだな。品を届け終えたら、あなたと一緒に行きます。それでいいですね。じゃあ、まずは町に戻ろうぜ。ついてこいなんて言ってないよ。天へと前。風よ。すみません。ここに置いておきます。本当に取りに行ったのか。あ？この二人は？この二人が僕に用があるそうで、少し離れる必要があります。すみませんが、しばらくは店番を休みます。ちょうど賃金を払おうと思ってたところだ。どこへだって行きたい場所に行くといい。俺んとこにずっといる必要はないんだ。え？知ってるさ。お前さんが俺の手伝いをしてるのは、雨宿りをさせたことへの礼だってのはな。金も受け取ろうとしねえのはそのせいだろ。そういえば、あの日はあんなに雨が激しかったのに、お前さんはのこのことゆっくり気ままに歩いてたな。雨に濡れるのも気にせず、急いで行くような場所があるようにも見えなかった。おかしいだろう。目的地もないのに。なぜ雨の中を歩く必要がある？急いでるわけでもないのに、なぜ雨に濡れながら外にいるんだ？ああ。だが、俺がお前さんを引き取ったのは、ただのついでだ。大した骨折りでもないし、恩に切られる筋合いもない。自分の時間と生活を大切にするといい。しかし僕には、そんなもの。いえ、あなたの言う通りですね。ここでお別れしましょう。町へ連れてきてくれてありがとうございました。気にするな。これでもたくさん人を見てきたが、なんてことはない。お前さんが自分の歩む道を見つけられることを祈ってるよ。感謝します。さて、待っていてくれてありがとうございました。行きましょう。ナヒーラー！ナヒーラー！どう
したの？あら？あなたは？こんにちは。急に伺って、すみません。オイラたち、街でこいつに会ったんだけど、何も覚えてないみたいで、とにかく、いろんなことが起こったんだ。つまり、あなたはテイワット各地を放浪しながら修行をしていると。私の知る限り、そういったものは、修験者と呼ばれているはずだけれど。どうして自分を放浪者だと呼んでいるのかしら？はい。こちらの方が、僕のようなものに合っているかと思いましたので。まるで、寝なし草のような名前で。しかし、この二人は、僕を知っているようなのです。しかも、他のものは知らない、僕の過去まで。過去というより、説明するのがとても難しいわ。このような言葉を伝うのはあまり好きではないのだけど、あなたの状況だと、もしかしたら、前生と呼んだ方がいいのかもしれないわ。前世、みたいな感じか？ええ、昔というにはずっと距離が遠く、あなた自身には全く知り得ない状況のことね。聞きたいのですが、その、前生における僕は、どんな人だったのですか？そうですか。わかりました。何か言いたげなのに、それを言うのが忍びない。どうやら、前生の僕は、とても褒められたようなものではなかったようですね。言いにくいのは、そのことが今の僕に大きなショックを与えてしまうからなのでしょう。けれど、僕は受け入れられます。真実を教えてください。そんなに真実が気になるの？はい。じゃあ、はっきり言うわね。前生でのあなたは、悪とされることを数多くしていたわ。あなたは他者によって死にかけ、他者もあなたのせいで死んだ。人ならざる者として生まれ、神を憎み、人間を嫌った。あなたは終始さまよい、たとえ居場所や身分を手に入れても、立ち止まる理由を見つけられなかった。なぜなら、その時のあなたは、自分に心が欠けていると思い込んで疑わなかったから。執着という根は、時として、茎を伝って苦き果実を実らせる。合衆から逃れられない以上、あなたが喜びを感じることはないわ。すべてを使い果たして、歴史を少し揺さぶっただけですか。結果だけ見れば、確かにそうだと言えるわね。今聞いた一切を、単に正しいか間違いかで判断することは、僕にはできません。人の行ういかなる選択も、時と場所によって決まる。因が果をもたらし、罪が重なり、業となる。真理とはもとよりそういうものよ。正しさもあれば、それ相応の間違いもある。でも、万象と万物は、生まれながらにして複雑であり、こういった対立的な概念だけで、はっきりとするようなものじゃないわ。前生の僕は、皆から、好かれていなかったようですね。別に傷つけようとしてるわけじゃないんだ。ただ、オイラたちにとっては、確かにそうだったってだけで。しかし、今僕のために、真実を取り戻してくれたのは。なあ、もう！こいつって、ただ敵と全く同じ見た目ってだけの知らない人だろ？全くの無実じゃないとは思うけど、かといって問い詰めることもできない。すごく変な感覚だぞ。クラクサ・ナリデビ様、知恵の神であるあなたが言うのなら、それはすべて真実なのでしょ？
ええ。すべて真実よ。あなたさえ良ければ、真実の記憶を見せてもいいわ。はい。この目で直々に見届け、斧が罪悪を直接経験したいと思います。たとえ今のあなたの精神が、それにより鞭打たれることになっても。僕は人形。心も名もないただの人形です。逃れられない因果を除いて、僕を動かし、満たすものは何もありません。なら、あなたの願いを叶えてあげるわ。ちょっと待った！おいらたちもついていくべきじゃないか？グランドバザールからこいつを連れてきたのはおいらたちだし。心配はいりません。たとえ危険にあっても、それはもとより僕が受けるべきものです。旅人、私の代わりにこの過程を見届けてきてくれるかしら。そうだな。お前は今、状況が特殊だから、オイラたちがナヒーダの代わりに見張っててやるぜ。うん、わかりました。ありがとう。じゃあ、準備をお願いね。ここって、稲妻みたいだな。あなたたちのいる空間は、私が記憶の内容を抽出して再現した無境よ。記憶を見れば真実を知ることができるけど、記憶にある敵の映像を怒らせてしまうこともあるから、安全には気をつけてね。まるで本当にその場にいるような感覚だ。オイラたちも来てよかったぜ。僕にそこまでしてくれる必要はありません。僕は、守るに値する対象ではないんですから。でもオイラたち、途中でやめるようなことはしないんだ。前はお前が原因で、やるべきことが途中で止まっちゃったからな。そうですか。ありがとうございます。放浪者、ここは、雷神が残票を安置した場所。借景の館よ。あなたの前哨は、ここに大量の記憶を残しているわ。それって、ある意味、ここがこいつの出身地ってことか？そうとも言えるわね。理由は、すぐにわかるわ。足音がするようです。崩れた岩の後ろに、こんな大きな空間があったなんてな。まさか、消化骨髄を採掘していた体が残したのか？いや、違うな。内部の作りは完璧で、保存状態もいい。普通の人間にできることではない。どうして、こんなところに人が倒れてるんだ？君、は？喋れるのか？どうしたんだ？怪我をしてここから出られないのか？いや、怪我はないな。それにこの身分の高そうな服、一体何者なんだ？この男はカツラギといって、トラチオの養子である三越長政の助手だったの。彼は借景の館に残されていた残票を見つけ、タタラスナに運んだんだわ。それによってその後のすべてが起こったんだよな。改ざんされていない記録の中では、カツラギは長政に殺されたわ。外に連れてってやる。仲間が近くにいるんだ。もう少しだけ耐えてくれ。タタラスナ事件において、責任者であった庭は職人に偽装した博士に殺害され、当時、歌舞伎者と称されていた残票は行方不明となった。そして、三越長政は二番目の責任者として責任を負う必要があったの。カツラギはかつて長政に助けられたことで、長政に忠実を誓っていた。そんなカツラギの揺るがない決意により、長政に自分を殺させ、
パタラスナ事件の幕を閉じさせたの。カツラギって人、いい人だったんだな。見た目は無人のようですが、慈愛に満ちた顔立ちです。どうして彼は幸福…長政様、この衣を崩れた洞窟で見つけました。自分の名前も覚えていないようです。名前がないと困るだろうに。先ほど外の作業員がお前を指して歌舞伎者なんて呼んでたが。構わない、それでいい。カツラギ、こっち。あれ、戻ってきたぞ。うわー、ここが君の生まれた場所なの？綺麗だね。人はいないけど。君と同じで、僕も捨てられたんだ。当時僕は、ここに住んでた。いい場所でもないから、ここに引っ越してくることはないよ。うん。聞いたんだけど、僕のお父さんとお母さんは、二人とも刀を打ってたんだってさ。でも、工場の管理人さんが亡くなって、お父さんも病で倒れて、お父さんも僕と同じように、いつも咳をしてたらしい。それから、お母さんも同じように咳が止まらなくなって。でも、君はそうなってはならない。僕との約束を守ってよ。うん、僕たちはもう家族だから、ずっと一緒だよ。この子には名前がない。というより、ザンヒョウも彼の名前を知らなかった。彼の父親は、彼に名前をつける前に亡くなったの。母親が亡くなってから、この子は、かやぶきの小屋に一人残され、隣人に育てられた。そして、タタラスナを離れたザンヒョウは、偶然にも、自分と同じく名前のない彼に出会い、彼と約束を交わして、一緒に暮らした。その子供って、最後は、幼くして病で亡くなったわ。ある日、ザンヒョウが家に帰ると、彼が息を引き取っていることに気づいたの。おい、一体どうしたんだ？返事をしろ！家族のように、一緒に暮らすと、約束したのに。結局、君も庭たちのように、僕を裏切るんだね。声が途絶えた。どうやら記憶はここまでのようですね。引き続き進もうぜ。どうして僕の行く先を阻む？阻んでいるわけではない。待っているのだ。貴様の正体は一種の武器だ。鋼鉄の意志のために刺激されるのだ。そのまま放浪を続けることもできよう。僕を仲間に引き込もうか。犯行の運命はすでに幕を開けた。席に加わり、祝宴に。とても暗い場所です。あ、ここなら知ってるぞ。稲妻の茶碗工場だな。改ざんされていない記録の中では、旅人はかつてこの地で残票に会ったわ。嫌な感じだ。見覚えがあるぜ。おい、あっちを見ろ。つまり親愛なる淑女様は、あのアホどもとこの工場を僕に託してくださるということか？もうあんたの手下なのよ。
下げすんで何かいいことがあるのかしら。認めたくないようだけど、あんたも計画の一環なんだから。それとも、アビスで戦う方が有意義だったかしら。まあもちろん、博士の実験体になるよりつまらないのは認めるわ。本当によく舌が回るようだね。もっとも、その口で得をしたことは、ほとんどないみたいだけど。これからの任務に向けて、少し気持ちの持ちようを変えることをお勧めするよ。言われなくても、これから何があるかくらい知ってるわよ。そうかな。あえてもう一言だけ言っておこう。自分が無敵だなんて、思わないことだね。ましてや感情に任せて、物事を処理するなんて、もってのほかだ。あら。私を心配してくれているのかしら。まさか。君が僕の足手まといにならないことを願ってるだけさ。君の他人に迷惑をかける能力は公私といい勝負だからね。私はただこの混乱した国に火をつけてあげてるだけよ。あんただって捨てられた者としてもっとひどいことをしたいと思ってるんじゃない？覚えてるかしら。稲妻にいたあの時、投降を何人も殺したんでしょ。雷電五花殿の末裔もさぞかし苦しんだんでしょうね。あらあら、その表情。過去を追想するのはやめた方がいいわよ。そろそろそのかわいそうな舌をしまって毒を吐くのをやめてちょうだい。それじゃまたね。祝賀会でお会いしましょう。かわいそうな舌だって体中に火のついた女の分際でよくも僕にそんなことが言えるな。まあいい、誰かがここを見つけるのも時間の問題だ。その時が来たらどんな表情で出迎えてあげようか。陰謀はことここに至っても、まだ断ち切られていないわ。引き続き次の話を体験するけど、放浪者？はい。心配はいりません。どうして黙って私を見てるのかしら。もっと人に好かれるように振る舞おうとか、思わないわけ？僕の義務は、君に好かれることじゃない。それに、君の目には最初から利益と結果以外のものなんてないだろう、魔女さん。迷子のお人形が第6位に上がれたのだって他より少し頑丈だったってだけじゃない。そんなのが長所ですって。君と接しているとまるで烈焰と交流している気分になるね。だけどお互い殺し合う前、まずはやるべき責務を果たした方がいい。正論派の賢者ナフィスが本計画への加入を断ったことにより、私が彼に代わってこの実験に参加することになりました。歓迎しよう。良い協力関係を築けることを願っているぞ。ふん。いつから始めるんだ。もう待ち遠しくて仕方がないようだな。先に言っておくが、神になるというのは決して容易なことではない。生態改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めしよう。それに連結に成功した後、彼の体は機体と完全に紐付けされ単独行動ができなくなる。そんなことはこれまでにも十分経験してきた。そうだろ博士。
お前は私がこれまで見てきた中で最もタフな実験対象だ。お前のおかげで私はより多くの情報を手に入れられる。だがあの日々があってからというもの、お前は命令通りいつ何時もアビスの中にこもるようになってしまった。会う機会が激減したことで知識の純度を上げるのも難しくなってしまった。その真面目ぶった口の聞き方、狂った実験にしか興味ないってバレないようにしてるつもりかい？私と話をするときはもっと言葉遣いに気をつけた方がいい、スカラマシュ。確かにお前は役に立つが、だからといってお前が不滅だということにはならない。また博士だ。嫌な感じの場面だぜ。あのものからはとても深い邪悪の気配がします。あいつを見たら嫌な感じがするのは当然のことだぞ。オイラもな。引き続き進みましょう。神様、あなたは僕が悪であると思いますか？あれらがあなたであると認めるなら、悪であるということになるでしょうね。あなたが思うに、人と人形に違いはあるのでしょうか？あなたにとっての善小や多少の自分は、あなたと何か違いはある？もしもないとしたら、人と人形だって何も違いはないと思わないかしら。人の世の霊団に耐え、喜怒哀楽を味わう者は人である。そして、生老病死を憎み、愛し、泣き、怒る者も、同じく人よ。僕は十分に、多くの過去を見ました。もし可能ならば、僕が背負うはずだった、あれらの罪を、取り戻したいと思います。どんな結果になろうと、僕に課せられた非難と制裁から逃れるつもりはありません。その記憶を僕に渡してくれませんか？え？でもそれじゃあお前は今の身分を失うってことだろ？僕は常々、人という生命個体はある法則に従ってなると思っています。それは過去の経験の集積です。僕は人形として世に生まれましたが、同じ法則を背負っています。記憶を取り戻すことは、あなたを完全に前哨の位置に戻すことを意味するわ。あなたによって捨てられた感情も、すべてあなたの体内へと戻る。本当にいいのね。もとより、この胸に開いた穴と共に生きてきました。人形を想像した者は、僕を必要としなかった。目覚めた後、僕は放浪を始めました。それから、あなたたちに出会って、気づいたのです。この失われた罪こそ、あるいは僕が、僕になれるきっかけかもしれないと。僕は生まれながらにして、他者より願いを抱きやすく、修験者となっても徹底的に悟ることはできませんでした。どうやらそれこそ、僕が自らに招いた呪いなのでしょう。だから、お願いです。宿命を変える意味を、僕に与え、僕の放浪を終わらせてください。わかったわ。すでに決心したのなら、これらをあなたへ返すわ。それがあなたの選択なら受け取りなさい。こやつを自由にしてやろう。
人形？どうしてここに？これは？お主も人間だと思うでござるよ。お揃いでしたか。いい刀だ。本当に嬉しく思うよ。これは僕の。大丈夫なんだよな。だからこそ、ここで終わるわけにはいかないんだ！僕の視界から消え失せろ。消えた。オイラたちの勝ちか。聞くまでもないだろ。僕がそいつに負けるはずがない。えへへ、言葉遣いが戻ってきたな。自分を取り戻したみたいだ。でもあの中にいたのもお前だろ。そんなに自慢できることかよ。悪いね。僕は他人にも自分にも薄情なのさ。その言い方、まるで僕を心配してるみたいじゃないか。その必要はない。たとえ僕が何かを変えることができなかったとしても、君のおかげで多くの真実を知ることができた。記憶の読み取りはとても順調にいったわね。この無境も使命を果たせたわ。行こう。話は外に出てからだ。
おかえりなさい、旅人、タイモン、そして、ザンヒョ。なんだかすっごく長い旅をしたみたいだ。疲れたぜ。もしかして、この名前は不満かしら？別に。ただ、そろそろ名前を変えなくてはと思ってね。博士があれだけのことをしたと知った今、引き続き、彼と関係のある称号を使うわけがないだろう。僕がファデュイの方に戻ることはないし、そのつもりもない。きっと多くの人がこの件に影響されたから、そもそも第6位が、誰だったか覚えてるとも限らないしね。つまり、ファデュイを離れるってことか？君の言う通りだ、クラクサナリデビ。すべてが無駄に見えたとしても、意味がないとは限らない。少なくとも、多くの人に僕のことを忘れさせることができた。だからといって、あなたの身から過去が消えるわけではないわ。それはもちろんさ。それから、あなたが全力を尽くして追い求めていたこと、その最も革新的な目的は、まだ達成されていない。その点についても分かってほしいわ。世界を変え、過去を変え、他人の運命を変えるのは、そんなに容易なことではないの。あなたが渇望した答えは究極の破滅。その本質は虚妄よ。たとえこの世から残票がいなくなっても、世界があなたの意志に従って動くことはないわ。そうだね。本当に笑えるよ。そこまでやって、こんな結果になったこと、後悔してないのか？たとえ僕に何の価値がなくても、この世において、後悔に値することなんて、最初からないのさ。クラクサナリデビ、世界中にあった情報は、君がわざとあそこに残したんだね。できる限りあなたが自然に情報を得られるよう、だいぶ工夫したんだから。どうしてそこまでするんだ？僕を抱き込むつもりか？これは正直に言うべきね。過去の経歴によって、あなたは、私にとってもスメールにとっても、有用な個体となったの。あなたを仲間にすることは、確かに、私の計画の一部だった。でもその前に、私は過去の真実をあなたに教えたかったの。もし利用するだけなら、私は、博士と何も変わらなくなってしまうから。本当に、冴えているようだ。これは、私が持つべき美徳なのかもしれないわね。他者にとって、有用であること。それが価値というものだ。だからこそ、罪人であっても、僕は再び、利用される理由を手に入れられたというわけだ。ああ、そうか。危うく忘れるところだったよ。君たちは、正義の側で、僕とは違っていたんだっけ？悪いけど、僕は物事を見る角度が少し違うのさ。まあ僕も、全部が全部打算だとは思ってないよ。君のその知恵が、優れた助っ人を持つことを定めたんだからね。そう思ってくれてよかったわ。旅人、これから私は、世界中に深く隠された秘密を、より一層研究し、発掘しようと思うの。もちろん、世界中に記録されたあなたの血縁者の旅の始まりもね。その前後に何があるのか、私も知りたいもの。ええ。旅人。僕が世界中の情報の激流に飛び込んだ後、どうして稲妻に行った？だから彼らに、変わった後の運命を尋ねたのか。何はともあれ、助けてもらったわけだし、この恩は、全力を尽くして返そう。個体と個体の間には、仮と、それを返すだけの関係しかないんだ。
僕たちはいずれ必ず貸し借りのない関係になる。気にする必要はない。そうではないわ。人と人との関係は決して簡単に白紙に戻せるようなものではないの。あなたもきっと感じたことがあるでしょう。あなたの人生に現れた人は水滴が蒸発するように消えはしない。この世には本当に貸し借りのない関係なんてないのよ。取り返しのつかないことや変えられないことがあるからこそ、人の世には感情が芽吹くの。あなたの感じるものはすべて真実であって、あなたの犯した過ちが補われることはない。亀裂を背負ったまま生きていくのが人間というものよ。人間になるかどうかはあなたが選んでちょうだい。心臓のない人間なんていないだろ。それに僕はとっくに人間になろうなんて考えるのはやめてるんだ。あなたは心臓がなくても苦痛を理解することができる。あなたはただ感情を封じ込めているだけよ。過去は揺るぎないけれど、あなたは引き続き歩むことができる。未来という線が十分に長いのであれば、過去は相対的にごく短い区間に過ぎないわ。どうやら僕をどうするべきかもう考えてあるようだね。いろんなことが混ざって難しい話になってるけど、一番重要なのはナヒーダについて行った方がいいってことだな。じゃないとオイラたちもなんでここまでしたのかわからなくなっちゃうぞ。だったら君たちと共にいるとしよう。暗闇からの助力としてね。私たちの提案を受け入れてくれて嬉しいわ。お祝いとして自分に新しい名前でもつけてみるのはどう？早く早く、オイラもお前にひどいあだ名をつけてやる。なんだって？だってオイラまだお前のことあんまり好きじゃないし。なら今後はあまり会わない方がいいかもね。名前は人生で最初の贈り物。はっきりとは言わなかったけど、あなたがそう考えていることは知っているわ。今回は彼とパイモンがいろいろと手助けしてくれたし、どんな名前にするか決められないのなら彼らの意見を聞いてみるといいわ。ダメだ、オイラあだ名しかつけられない。まともな名前は無理だぞ。お前に任せるぜ。思いついたかい？決まったかい？君の言う通りにしよう。これであなたも名前を持つ人間になったわね。あだ名はもう思いついたかい？ゆっくり考えるといいよ。思いつくまでは僕たちはしばらく会わなくて済む。僕を不幸に陥れた者たちには、いつか代価を払ってもらうさ。ファデュイのことか？少なくとも、博士はね。立場が変わったわね。あなたのこれからの道も、それに合わせて変わっていくと思うわ。でも、それは今すぐというわけじゃない。今はまだ、時間をかけて、自分自身を整理する必要があると思うわ。
もう一つ、今の稲妻にはまだライデン五花伝の末裔が少しいたね。彼らの中には僕とライデン五花伝の関係を知っている、いや知るべきだった人がいるはずだ。僕はしばらくスメールを離れるつもりはない。もしも君が稲妻で彼らを見かけたら教えてやるといい。僕こそがライデン五花伝を失墜させた元凶だとね。たとえこのことが世界から抹消されたとしても、彼らには真実を知る権利がある。なるほど。それがあなたの選択なのね。え？でもそうなったら。なんてことはないさ。彼らが望むなら、刀で僕の胸を突き刺しても構わない。というより、本来、そうするべきだったんだ。単純明快だね。悪くない。さて、おしゃべりはこの辺にしよう。またね。賢明なる神。そして、君たちも。言っちゃったな。最近の出来事は彼にとって、いきなり一生を過ごしたような気分だったでしょうね。そんなこと、誰でも気持ちの整理には時間がかかるわ。おう、そうだな。あいつは相変わらずあいつだけど、態度はちょっと丸くなった感じがするぜ。これでやっとご飯を食べに行けるよな。おいら腹ペコだぞ。お疲れ様。落ち着ける場所を探して存分に休みましょう。思いついた。神輿長政を小説の最後に持ってこよう。つまり物語の他の登場人物はもういないということか。そうだ。神輿長政は最後まで寿命を全うしたらしいから、最後を飾る叙述者にぴったりだと思ったんだ。異様な雰囲気は消え去った。だがこれから先何十年と、この剣はまるで暗雲のように神輿長政の心にまとわりつくのだった。年老いた彼はある日夢を見た。大たたら長政という宝刀が作られたその日の夜、皆は喜びに踊り、絵を描き、舞い、酒を飲んだ。すべての喜びは炉の中の火に溶け、紅の雲と化し、神輿長政が人生において最後に見た日の出を包んでいった。人生という道は長い。そのことを何か言おうとした時には、すでにどう表現すればいいか、わからなくなっていた。遅い。天へと参る。聞いてないけどな。どうやら戸惑っているようね。気持ちはよくわかるわ。これを知れば
誰だって頭を抱えるはずだもの。おい、誰かがオイラたちの耳元で話してる。でも残念ながらテイワットの運命はそうたやすく揺らぐものじゃないわ。神ならばまだ少し可能性があるけど、そうでないなら難しいわね。小さな動物が木にぶつかれば木は揺れる。でも傾きと位置が変わることは別のものなの。運命もそれと同じね。まさに瓶が床に落ちるように、猫が割ったものでも鳥が割ったものでも割れたという結果に変わりはない。そうでしょ。歴史は簡単には変わらないけれど、人々の心は変わる。自分の目を信じて。目に見えるものこそが真実であり、見えないものは全て虚言よ。声が途絶えた？さっきの人は一体誰だったんだ？急に出てきて怖いこと言って、何なんだよ。瓶も床で砕けたままだし、誰か呼んで掃除してもらうか。なんかこのまま放っておくのは気持ち悪いんだ。